矢野が愛沢を水戸のヤンキーといじった結果、オセア戦夏しのお祝いで矢野は反対の温度、水戸のヤンキーナイスリードと愛沢翼をいじる会場が、やべえよよく言ったな、愛沢さんをいじるとか勇気ある、敵のさん口が大きい動画が人気、プレイスタイル同様に勇猛果敢な姿勢、または命知らず、ヤクルトに詰められたのが知恵は、これはヤクルトの縁にも詰められるわらわら、さすがヤクルトからなんて詰められたってはある、そらヤクルトから詰められるわら、ほんでパックに水戸のヤンキー寄ってよかったなわら、矢野が勇者すぎる剣にして愛沢も年齢を重ねて丸くなったんだな、厚さ別人のように変わったような、やんちゃりな坊やから異教児に、矢野だってシハとかに言わされてるんやわらわら、水戸の老師よりはマシなのでは、さすが V シネマヤの無鉄砲玉発言、こういう畜生タイプがカンプにも珍しくいるから好き、あなたもヤンキーの下っ端の敵、ミデクエはもはや暴力組員なら、あつさん遠慮なくどうぞ死ね上げてください、くさ今日矢野の顔がボコボコだったらあれやな、今日の矢野くん元気かな、矢野不生命が危ないから、ミドのヤンキー T シャツ販売して、愛沢のことおっさんおっさん言うけど若い頃マジでヤンキーだよね、矢野のアリーくん、さすがアジアの師匠、着物座り方が違うわ、大学野球出身者は上下関係だけはプロに入ってからの方が楽そう、アジア大出身者なら特に、アジアの野球部師匠といったら軍の部隊長みたいなものだからな、ヤンキーなんて怖くもないだろ、こういうのを言えるくらいには打ち解けてるって良いことや、丸がフレッシュと年の表彰式で丸を見る愛沢の目が今でも忘れられないわ、あれが本物のメンツなんやって、ガンちゃんが一瞬ひえって顔してんのがおもろい、愛沢が片翔みたいなタイプだったら普通にヤバい、プリカット120くらいで先月三振だからプリの時もいじってほしいな、ヤンキー愛沢鉄砲玉やの若頭しゃくり顧問弁もしやさき、選手会から出席されてたりして、むしろ選手会の毒も全部押してられてそう、今は打撃投手になった口のやさんは東京の夏にビビりまくっていたというのに、そんなこと言ったら罰かけられるに決まってるじゃん、厚酒にヤクルトの縁に秘められて今度はカープの縁にも秘められしょう。